私、地元小学生代表うどん娘小春が激アツの食リポで讃岐うどんの魅力をうっとどーんとお届けします。皆さんこんにちは。今日もうどんを食べたい小春です。スタンプラリーの旅2日目。今日は高松にあるうどん屋さんを2軒はしごします。1軒目はこちらです。麺所くずがみさんです。ここな、めっちゃ食べたいメニューがある。調べたよね。そう、あるある。これ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 、ネギ天おろしうどんを食べたいって思って、これあるわと思ってみようとら、見て、めっちゃネギのメニューあった。まや、こんだけネギ昆布、うん、ネギネギうどん、ネギネギ肉うどん、ネギネギ月見うどん、あ、もう最高。でもさ、え、でもなんか、母がずっと食べたかったのはこれです。ホルモン月うどん。うん、そう、月うどんが有名で、しかもこの、ホルモン、おいしい。ホルモン書いてますよ。ほんまや。くすがみさん、くすがみさんは8番だから。8番ある、8番ある、限定で。ほんまやな、ネギ好きにはたまらない、この。そうそうそう、しかもただのネギじゃなくてネギネギやけんな。レッツゴー。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。店長さん。はい。お願いします。はい、お願いします。あの、このスタンプラリー始めたんですけど、はい、ネギネギ天おろしを食べたいんですよ。はい。はい、限定メニューでもいけますし、このぶっかけのとこでもいけますね。あと天ぷらも使ってるので、天ぷらも使いますね。月うどんは、あれで、まずはそのままだしにつけて食べる、温泉卵を崩し麺と絡めて食べる、残った汁と具材をご飯にかけて、ご飯がついてくるんやって。お腹ペコペコで、ずっと朝からお腹が空いてる。そうそうそう、朝起きた時からもうお腹がうどんうどん、もうお腹がうどん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 って言うよ。あ、そうそう、これな、さぬき中華そばっていうさ、あのラーメン、これもあるんだ、ね、そうそう、ネットで調べたらさ、さぬきラーメンって書いてある。え、何それと思ってさ、気になっとったやつなんよ。ラーメンって言うか、言ったけど、やっぱこの緑色にそそられたよね、うん、そうそうそう。はい、ホルモンつけるぞ。ホルモン冷たい温かいのしましょう。あったかいの食べてみたい、はい、食べてみたい。やっぱ私も大好きな、支所店が入っとったところと、これ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 、こんな梅、梅店がもうってなったん。おいしそう、おいしそう、おいしそう、でもたまらんかった。うーん、いや、天かすとネギ、ネギ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 、いただきます。手カットルはちょっと細麺っぽいな、うんうんうん、でネギとおろしと一緒に、うん、だしが甘い、美味しそう、うん、噛むごとに甘さと塩気が出てくる、うん、美味しい、うん、シャキシャキ食感最高。つけ麺食べてみる。つけ麺、お、いい、めっちゃ美味しそう、香りがもう最高。まずはそのまま出汁につけて食べる。出汁に絡めて、うん、こっちもさ、うん、出汁がめっちゃ甘くて、ホルモンの脂、うん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 、しっかり出とって美味しいわ。ホルモンも食べてみて。はい。実はちょっとホルモンが苦手です。得意じゃない。うん、うん、うん、え、目覚めた、うん、え、もう美味しい、食べれた、飲み込めた、うん、飲み込んだね。えっ、うわぁ、めっちゃ美味しそう、それ、うん、うん、最高すぎる。え、じゃあこれちょっとやってみて、うん、残っただし汁と具材をご飯にかけて食べる。まあ、うん、ちょっとまだ途中なんやけど、どう、ありがとうございました。
ランジャ味が変わる。うん、うん、美味しそう、食べるな。ガツガツいくやん。ホルモンまたいたし。これは究極の食べ物や。やばい、美味しすぎる。絶対食べてほしい。もうこれここ来たら絶対食べてください。食べないと損します。ネギも、ネギいっぱい入ってる。ものすごいたくさん入ってる。うん、うん、めっちゃ美味しくない？細いけどめっちゃコシがすごい。うまいな。うん、ちゃんと硬い、うん、だし、だし美味しい。うん、つけ麺のつけだしが超美味しい。これ、うん、プリプリな。これかプリプリの大きなホルモンが多分全部で5個ぐらい入ってる。すごい。梅の天ぷら、いただきます。どうした？どうか。うん、待って、ここネギありますね。取りました、ネギ折りました。まだちょっとネギすごい量折りました。やっと麺みたいな。すごくない？このネギの量、栄養取れるし、うん、ネギ好きの人にはたまらんです。農家さんから直送してるって書いてたよ。うん、ほっぺた落ちそう。シャキシャキ感の音がめっちゃ気持ちいいし、いいから、音がいいからずっと噛んでたくなるような。うん、シャキシャキ感がな、リンゴ食べおるみたいな。ちょっと違う。ハルモン、パワーは全ての命に感謝してごちそうさまでした。泣きました。ということで、サルキューうどん巡り88カ所56軒目は、ここ名所くすがみさんに決まり。スタンプお願いします。はい、行きます。ようこそセット、じゃん。ありがとうございます。あと、はい、蒲田まわり、はい、私お好きですよね。はい、これでいいですか？あ、もう100点満点です。素晴らしい。やったー、ありがとうございます。ブラボー、ブラボー、素晴らしい。めっちゃ美味しかったです。ホルモンが、ね、得意じゃなかったですけど、克服しました。めっちゃ美味しくて、はい、すごい。それは嬉しい。ネギを入れようと思ったんです。ネギネギうどんとかネギネギ肉うどんっていうのが、じゃあ、あると思うんですけど、切ったやつのネギと普通の刻んだネギ、ネギネギとたくさんっていう意味もあって、そういう名前つけたんですけど、で今回それ冷たいおうどんがそれできないかっていうところでできたのがネギネギ天おろしうどんっていう。毎朝もう契約のおばさんが届けてくださって、新鮮なネギを、はい、使わせてもらってます。はい、食感も、はい、楽しかったです。ありがとうございます。満腹、うん、スタンプも押してもらえたし、はい、くすがみさん、あとこの前蒲田マーレさんに行った時のやつも、ね、押してもらいました。蒲田マーレさんの時大好きになっちゃったから、本当にここで嬉しい、よかったね。うん、スタンプももらえたし、うどんも食べてお腹も満腹やし、お腹もめっちゃ満足って言ってました。がしかし今日ははしごするので、もう一店舗行けちゃいます。時間を空けて動いて、お腹を空かせてもう一軒行こう。はい、ということで次はしごする2軒目のおうどん屋さんにレッツゴー。うどん坊さん着きました。あの、この牛の感じとかもええやな。あー、中まで和だね。あ、これ生醤油うどんが気になっとった。さっきのさ、くすがみさんも美味しかったけど、このやっぱりオリーブとかサヌキとか地名が入ってて気になるね。あー気になる。いやでもやっぱ鰭醤油が気になる。美味しそう。待って待って、どうじゃん。元祖冷や天でおすすめ肉ぶっかけ。鰭醤油で、素晴らしい。鰭醤油で、うん、鰭醤油って何なん？鰭醤油の冷や小一つ、はい、冷たい方ね、はい、肉ぶっかけも冷たいです。肉ぶっかけも冷たい方、はい、ローマ字で書いとんとかもええよな、まだね。ローマ字と英語で、うん、多分海外のお客さんもたくさんいるんかな。うんうんうん、オリーブピークインえ、ピークインどう考えてもポークでしょ。あ、そう、ポーク、ドイ、ドイ、ドイでドイン、ソウ、ソウ、ソウク、ソトル。あ、こっちの方が読めたかもしれない。さぬき、つけ、ね、ん。ローマ字やけんな。そっちローマ字。あー、お醤油これね。はい。適当
めて召し上がってください。はい、はい、見て、これちょっとさ、店員さんが持ってきて、プルプルプルって騎乗油ってこういうことなの？パンケーキみたい、プルプル、つるっとしてね、表面がつる、テカテカする、あ、やや、そうね、中太麺って感じかな。とろける、ぬるぬる、表面がぬるぬるしとって、噛んだらふわってとろける感じがする。柔らかい、なんか口どけみたいな、口どけ感。うん、じゃあ肉ぶっかけ。でも天ぷらも入ってる、めっちゃ美味しそう。あ、ほんまや、さつまいも、お肉たっぷりやね。うん、美味しそう。これ何にしたっけ、こっちも冷やか、うん、冷たいのにしてきた。ちょっと2軒目なのでお腹もペコペコよりはちょっと満たされてる、ちょっと満たされてます。そういう時は冷たいね、冷たいのスッと入るな、うんうん、食欲を誘います。いただきます。うんうん、どうですか。うんうんうん、お肉がこんかこういうふうに、うんうんうん、そういうのは割とシンプルな麺の美味しさをいただく、ね、からのこのぶっかけのお肉、どうですか。最高。うん、油がもう見事にマッチしとる。うん、うん、旬のさつまいも、結構あの分厚いね、うんうんうん、ゴロッとしたのが大きなのが2個も、ここ、うん、旬の季節だね、さつまいも、うん、なんか母はさっきカバンの中見たらもらったさつまいも入っとった。はい、なんとさつまいも出てきたんだ、これすごい。なんでこのカットで、なんでこんなかわいいママ麺の感じがこう、初めて見るよね、表面がすごいツルツル、滑らか、うん、だからとろけるやろ、うん、でもコシはしっかりあるんで、表面が本当に滑らかでスルスルって入って、シンプルだけど十分満足感が得られる。こっちはシンプルじゃないんだけど、お肉にびっくりすると思う。お肉の脂身がもうトロンとたまらんね。恋人、私はうどんに恋をした。そういうことか。あのメニュー表では肉ぶっかけにアスパラの天ぷらが載ってたんやけど、うん、さつまいもってことはもしかしたら季節によって変わっていく、旬のものを取り入れてるのかな。ママ、おいしい。ママ、ママ、はい、私恋しちゃった、うどんに大恋しちゃった。このうどん坊さんは高松の商店街の少し入ったところね、ちょっと細道、うん、あるんです、ちょっとだけ入ったところにあります。で、私はそこでタピオカのお店を見つけてしまった。だからさ、うどん食べてショッピング楽しんでタピオカ買っていいよね。街ブラして帰ろうかな。最近がまあ学校に頑張っとることは陸上です。陸上記録会っていうのがあって、どこに向かってめっちゃ練習をするんだけど、なんと選手になりました。うん、大会に出るので、今はもう走り幅取る海の練習に専念してます。めっちゃ頑張ってます。おりゃーって、おりゃーって気合い入れて飛んだらちょっと記録が伸びたよ。そう、砂に思いっきり飛び込んだよ、おりゃーって、うん、で、ふたっつったら隣におった校長先生に褒められた。おー、いいじゃないですか。うどんパワーでいっぱい伸びるか、記録も。うどんを体力つけて優勝してやってくるぞ。優勝。最後は肉ぶっかけにハマりました。うん、こっちの甘まろやかさにハマった。ごちそうさまでした。ということで、7軒うどん巡り88カ所57軒目はここうどん坊さんに決まり。で、ここな、なんとな、醤油がなかった。醤油がなかった、うん、ね、だからどうする、ハマった肉にする。ありがとうございます。はい、肉ぶっかけを食べたんですけど、はい、お肉がぶっかけ、でもいけるって。じゃあお肉の冷やで、は
はい、じゃあうどん棒します。はい、どうぞ。ありがとうございます。もうお店の方も優しかったし、美味しかったし、もう満腹満腹。ちょ、ママお腹移して。はい、お腹の声を聞いてみましょう。どうでしたか？美味しかったよ、満腹だそうですということで、今日は2軒はしごしました。高松市でね。うん、高松市で。この後、商店街を街ぶらして帰ろうと思います。さあ、次はどこのスタンプをゲットするか。どのメニューかも大事よね。うん、また次も見てください。スタンプラリー最高。